東京に来ましたね。サウナで、ある程度水を抜いて、もうあとは最終軽く仕上げるぐらいですけど、明日っすね。どうですか明日、計量。計量、いや余裕でしょ、まあ、空手は前日計量ないもんな。初めてやから、うん、あんまりあれな、なんていうの、想像つかんけど、まあ、まあ楽は楽やな。うん、どう相手いい子やろ。いい子やろ、どう考えてもいい子やろ。なんかオーディションの時も、うん、俺とサイキングさんやった時も、なんか僕、なんか俺とやりたいみたいな、やる前に何回も何回も言ってきとって、うん、まあ、やりましょうみたいな。で、まあ案の定試合俺になって、うん、じゃあなんか良かったですみたいな感じで言ってきて、うん、ええ声でもネットではあ、なんか知らんとか言って、俺知らんっていうか、それを知らんねんけど、まあ、なんか周りっていうか、なんか何人か言うてきてくれとったけど、うん、まあまあ好き放題言わして、まあ試合で見せるか別にええねんけど。まあ俺の場合はな、なんか絶対勝つみたいな、なんか朝倉未来さんの YouTube も今日上がっとったん、なんか流れとったやんか。下ミシュランも勝つやっとったまあせやな、もうみんなそれ言ってるから、それ言われたらちょっとあれよな、うん、やりにくいよ、ね、やりにくいな、やっぱ勝ってって思われる。だからまあ近所の応援の方がだから、なんかみんな見入るやろな、勝ってほしい、うん、まあなんていうの、強いなやつってなんか負けるとこ見たいみたいな、なんていう人間の心理みたいな、なんかあるやん。そうやな、絶対王者負けてくれみたいな、多分半分そんな感じなんやろなって思うけど。まあ確かにね、まあまあでも、うん、あとまあ知った顔で言えば、まあダンチメンか。まあでもダンチメンは敦貴はもう優勝やん、ほぼ、うん、そうやで。あれでもヨシキが戦った、こう、亡くなってたな、試合。なんなんやろな、なんか歴が難しいっすよね。出るんが一番難しいっすよね。まあまあまあ、決定って言われても決定じゃないからね。うん、だって、喧嘩自慢の枠があって、トーナメントの枠があって、対抗戦あって。で、対抗戦とか、あと、まあ、確実になんていうの、まあ、ね、まあ、今ブレイキャンで、まあ、スター選手的な、12人気とか、そっち系がおって、で、一般なんかほんまに、え、オーディションからって何人なんやろ、実際。6人、7人ぐらい。元から枠ないよな。うん。そんな甘ないみたいなな。まあ、厳しいよな、そこは。めっちゃ厳しい。なんかほんまにもう、まだ試合終わってないけど、もう出ただけでなんかもうちょっと。うん、まあちょっと安心する、ね。うん、安心。ここまで来れたことが安心やな。俺でも、先輩に言われて、よし、お前はいつも、なんか、うまいこと言うけど、ヨシキは茨、厳しい道だよね、って言われて、そうっすね、つって。そんたいですね、なんか空手の時とかも、トーナメントとか、なんかこう、ええ思いしたことないし、なんか俺は背丈的にええ思いしてたな、空手の時はな。うん、だから、まあ、これで負けてもたら、アンチが、また、アンチに肥料やった話なんねんけど、第2勝ったら誰とやりたい。いやー結構そう熱いやろ。熱いな、まあ上、いやでもやっぱ団地と仲いいからこそ白黒つけたい。防衛戦ってなったら富澤がまあ第一候補やな。まあ絶対そうやから10人は誰なんやな、そんな考えないの。あれ何キロ級でやってんの。61は死ぬと。でも団地かなりきつそうやから。あ、そうね。あ、うん、キャッチウェイトとかでやれたらいいんじゃん。あの子だって66で多分やりたいって言ってたから。まあ、66でやれるうちに。66でやって、キックでやって、アンジコマイけど空手で、どっかの大会でやって、あまあ仲良く飯食うぐらいで一番いいでしょうね。うん。あ、そう、ね。仲いいからこそ絶対今回チャンピオンになってほしいし、まあなってくれると思うけど。いつもやったら試合終わったら早々と帰ろやって言うけど、今回は俺より帰られへんもん。せやな、最後にセコンドに入るという重役もあると思う。逆に負けとったらなお通夜なるから、俺が勝って
後期につないで、まあ、俺がつないでみたいな、団地につなぐみたいな、うん、まあまあ初めは俺が関谷さんに言ってひょんなコラボから始まってんな。せやな。そしたら俺より年も近いし実績とか的にもお互い空手の世界で認知し合ってて、俺はしご外されたな。2月、まあまあ、だって、2月4日間か5日間ぐらい多分死ぬってから、もう一番の友達やもんな。勝ってほしいね。もう勝つやろうけど、まあ、強いけど。準決勝は KO やろ。準決決勝 KO でいってほしいな。まあまあみんな KO でいきたいな。俺勝って、うん、そうっすね、つないで勝って。まあでもね、3連勝、うん、っていうところが一つの目標でね。せやな、やりたいですね。あとはまあやっぱり縁のある仲間たちは勝ってほしいですね。手前で言ったら誰やろう。俺の前はあの桃太郎くんとかはキングダムでなんか見たって、シェンロン知ってるとか、うん、しゃべりかけてくる。強かってキングダムから、あ、そうなんか誰が強いって知り合いに聞いたら、おい桃太郎くんめっちゃ強いでっつって、なんかオーディションでも KO やし、あ、桃太郎くんがヨシキの前にあって、俺の一個前かな、ヨシキの後ぐらいにケン君があるな。俺のあの子でも多分12、3とかやから、ホウキと俺の間ぐらい、俺で俺らやってから、あとまあジャキさんとか、ジャキ君か、そうやな。まあ直接的な付き合いはそこやもんな。地下格のレジェンド勢はサップさんとかの時やもんな。せやな、俺は知らんからな。まあでもやっぱ知った顔は勝ってほしいな。せやな、まあ勝負の世界からな、なかなかみんなな、まあまあとりあえずできんのは自分で一生つかんで、そうですね、あのお通夜にならないように。いや、せやな、まあ俺が勝つわ。とりあえず明日は朝早い。まあ体重とりあえず、まあ、もう全然リミットやし、うん、リミットどころか今からなんか軽く食うたろうかな思ってるけど、うん、そうやね。なんでまあ油断せずに明日を迎えて。せやな、まあ明日はちょっと会見して、はい、そうですね。どうすんの、しょうもない乱闘仕掛けられた。いや、しょうもない乱闘仕掛けられた、それは応じな、しゃあないやろうけど。まあでもこの動画上がる、上がる頃にはそのシーンを。せやな、見てる。まあでもどうせ絶対シェンロン君とか大輔君、力あたりが暴走するのなんか目に見えたあるから、まあ、格段とはだからまあまあ俺らがあんまやってもそこら辺は喧嘩自慢のメンバーになんてやらんと同じことばっかりやってもしゃあないと思うから、まあまあまあアスリートらしい感じで、うん、まあ、向こうも腐ってもプロやねんから、そんな感じで来とったらまあまあいたキャラであることは間違いないから、髪のキャラがそれぐらいぶっ飛ばしちゃうかなぐらいで、俺も赤いんでちょっとあんま何も言えないまあまあでもね、明日はまあちょっと明日多分ほぼ会われへんもんな。せやな、コーナー別やからどんな感じなんかな、あんまり俺初めてか分からへんけど、まああの終わった頃にはジャーマネーとスポンサーのクワドリさんが来てると思う。せやな、従業員の人も来るっつったと。ああそう、まあ頑張りましょう。うん、明日とりあえずうまいもん食うて明後日につなげていって、はい、まあ明日の多分明後日さ2時50分ぐらいで、後期多分4時40分ぐらい、タイムテーブル的に。ああ了解しました。じゃあまあそんな感じですね。はい、じゃあ頑張ります。ありがとうございます。